はいどうも、72年式のおじさんでございます。はい、前回動画でですね、このね、木の板をね、棚にこう骨組みに貼れたんですよね。でちょっと今ちょっと雑然としているんですけれど、ちょっとね、荷物、工事の荷物を置いてます。それでね、ここはね、なんだろうな、鎖でね、釣り戸棚にしてるんですよね。釣り戸、こういう感じ、釣り戸にしてます。でここのベニヤはちょっとね、このベニヤの板はちょっと仮でっていう感じでね、でここに天井にね、コンセントをつける用意はもうできてますね。はい、こんな感じでコンセントを用意できてます。あとは配線してね。で今回ね、何をやるかと申しますと、ちょっとね、以前の動画で壁をね、何もしないっていう風に言ったんですけれども、やっぱりね、これ質素なんで、ここにね、仕上げ材貼ってこうかなということでね。でそれのまあ、いろんな方からねコメントをいただきまして、本当にありがとうございます。コメントがですね、ちょっと待ってね、今ね、いつの動画だったかな、あ、これかな、はい、いろんなね方からのコメントいただいて、この仕上げどうしようかっていうふうにちょっと今悩んでるって言った時にいろいろコメントいただいたんですよね。例えば元イグナイトさんからのお便りです。はい、漆喰とかはどうですかっていうね、そういう提案いただきました。漆喰はね、ちょっと難しいんですよ。漆喰ってこうね、左官工事なんですけれど、まあ、私が考えるDIY の中で一番難しいかなと思ってる部類で、ちょっと漆喰はねちょっと厳しいかなということで、まああとはね、ちよりん就活チャンネルさんからのお便りコメントです。防腐塗料を塗ろうということで、防腐塗料もね意外に高いんですよね。だからまあ防腐塗料いいかなということで、ここにね土台があるんでね、まあ、水はね、水はね、ここね掃除するときね、高圧洗浄機でバーってね掃除しちゃうんですよね。そこでね考えたのが、今回ねここにフロアタイル貼っていこうかなということなんですよ。フロアタイル貼っていきます。知り合いからねちょっといただいたフロアタイル、こちらですね、こちら、これがねたくさんあるんで、よいしょ、これをねちょっとねこうパーってね貼って、この下だけ貼っていこうかなと思って、下だけでね、これとは別に上にもねこれじゃないフロアタイル入手したんで、これただでも入手したんでね、ここ貼っていこうかなということで、今回の動画はこのフロアタイルをちょっと貼る準備、まあちょっと貼っていく準備というか貼ろうかなということでございます。じゃあちょっとね用意していきます。はい、よいしょ、ちょっとねマスキングテープ持ってこうかなと思って、はい、これねマスキングテープ持ってきました。マスキングテープを貼ってちょっと養生していきます。いやこれいきなりマスク貼った方がいいかな、これを貼っていくと、これねマスキングカーテンって言うんですよね。これをね貼っていきます。さあこれでこのねマスキングカーテンっていうのがあらかたセット完了です。でこれをちょっとね広げていきます。
よし、はい、あらかた養生が終わりました。さあこれでねやっていくんですけれども、このここのここのね土台のところはね、これあのまっすぐだっていう手でね、やっていくんで、まずここね、これをですね、これはね結構重いんだよね、はい、これをこうやって置いていくと、で一旦これをねちょっとこれをねちょっと仮に置いてみて、凸凹のところはね切らなきゃいけないんだよね、こうザクッと置いて、はい、ここだね、ここは切らなきゃいけない、はい、ここはねカット、はい、こういう感じ、ガチャッとこれで置いた、で、糊をつけるところはこう、こうやってやって突きつけて、ここ、これが糊をつけるところね、で、これをこうやってやってこうでしょ、で、これをね、どんどん並べていくということなんですよね。で、これ最後がね、最後がこれ肝だよね、最後はね、これこうやってやってこうなんだよね、どうやってやるんだっけな、これ最後はこうか、こうですね、でやってさて、それでこれをこうやってこうやって一回取っといて、糊をつける範囲を確定いたしましょう。ちょっとねこの床用の糊なんで、どれぐらい柔らかいかっていうのがちょっとわからないんですよね。前ね、あのうちのリビングの自分で DIY でこれ床に貼った時はね、まあまあできたんだけども、壁に貼るのは初めてなんでね。じゃあちょっと糊をねつける範囲をこれでいっとくか。はい、じゃあこれ糊塗っていくんですけど、これねこちらですね、この糊、この糊を使います、この糊を、はい、これねなんかヘラがついててよかった、でこれでね、これがねあんまり柔らかいとうまいこと塗れるかなっていうね。あれ、これもういきなり、いきなり、あ、いきなりか、あー、なるほどね。じゃあこれ塗っていこうか。これをこう取って、あー、これ柔らかいね、結構柔らかいよ、なかなか難しいねこれ。あ、まあでも結構硬いね、硬いからいいか。はい、これでちょっとね
しばらく生乾きまで待ってオープンタイム取るんで生乾きになるまでちょっと待つんですよね。はい、じゃあちょっと待ちましょう。動画飛ばしゴン。はい、しばらく待ちましてオープンタイム終わりました。これね、くっつかなく なればいいんだよね。あ、これで OK ですね。じゃあちょっと貼ってまいりましょう。よいしょ、これでこれ、よいしょ、ですね。さてと、まあ、あらかたできましたよ。これあらかた貼れたんでちょっとゴロゴロでね、このゴロゴロで、よし、まあこんなもんでしょう。はい、こんなもんですね。うわ、ちょっと踏んじゃったね。ちょっとやばい、ボンド踏んじまったな。はい、まあそんな感じですね。はい、まあそうやって、あとね、これ下回りだけこのね、タイルの床材貼っていきます。まあ今回はね、そういったところでしょうか。あとね、これ動画外でやっときます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。さよなら。